どうも、アイチョです。今日は8月3日の月曜日にね、おそらく投稿してると思うんですが、多くの方が夏休みにね、入ったと思います。で、まず、夏休み明けのことを少し考えておきましょう。おそらく今、その感染者がね、めちゃくちゃコロナの感染者が増えている状況なんですが、改めて休校になった方ってほとんどいないはずなんですね。休校が明けた後に、感染者が増えているのに休校にならなかったじゃないですか。で、まあそのまま夏休みに入りましたよね。で、まあ、ちょっとね、夏休み明けにまた休校になるんじゃないかなんて話がちらほら予想というか聞かれてるんですけど、個人的にですね、個人的に自分が今思ってるのはおそらくないんじゃないかなと思ってます。今の国の対応を見てると、その教育だけじゃなくて、まあ、GoTo キャンペーンとかね、その非常事態宣言とかのことも考えるとないかなと。で、例えばそのね、まあ、いろんなのを見てるんですけど、地域によってここの地域では休校になる、でここの地域はならないみたいな、まあ、感染者の数もかなり全国でもばらつきがあるのでなるんじゃないかともあったんですが、それはね、厳しいと思います。なぜかっていうと、じゃあ同じ中学3年生でもこの子と、この地域の子たちは、なんだ、学校が普通にありますと。で、この地域はありません、まあ、もしかしたらそのオンラインの方で何かをカバーして、それとまた長寿で合わせるみたいなことが起こるかもしれないですけど、教育ってその平等というのがね、すごいなんかキーワードになるんですよ。だからその点を考えるとね、少し厳しい、その場合厳しいかなと。例えばうちの地域、俺が住んでる群馬なんですけど、群馬って感染者がすごい少ないんですよね。だから絶対ならないと思うんですよ。けれど、まあ、現時点で自分の予想としては休校にならないんじゃないかなと。まあなった方がいいと思ってますけどね。学校でもクラスターがちょこちょこ起こってるこの状況で、いや、みんなが一番不安じゃん。自分らとかじゃないもん。自分らとか親とかじゃなくて、みんな自身と学校の先生が一番不安なんだわ。で、それでやるっていうのは、まあわかりますよ。学校をね、休校にしたことによるデメリットはもちろんわかってるんですけど、でも子供たちの健康が一番だし、とは思ってます個人的には。でも、まあ、今の国の様子を見てると、なかなかそこに踏み切ることはないのかなっていう感じなのね。ただね、ただ、まあ、みんなこれから夏休みがあと、まあ何日間か分かんない、2週間か3週間ぐらいあると思うんですよ。で、その3週間夏休みが終わった後にまた休校になる可能性はあるんだと思って過ごしてほしいんです。この夏休みまた止まるかもしれん。止まった先受験がどうなる、まあ、それはまた別の話だからちょっと置いとくね。ここで話しちゃうと長くなっちゃうから。でも休校になるかもしれないって、また止まるかもしれないなっていうのを念頭に置いた過ごし方をしてください。ただね、じゃあそれをね、念頭に置いた状態でどう過ごしたらいいんだと、別に具体的にどうすればいいんですかっていうのね、気持ち的にあると思うんですけど、例えば受験生であれば、まあもちろん受験勉強するじゃないですか、するんですけど、また休校になる可能性が、学校止まるかもしれないんですよ。だからまあずっと言ってますけど、その勉強リズムというか、勉強する習慣つけておかないと休校になるじゃないですか。まあだらけるわけですよ。受験が、春と違って近くはなってます。危機感はあると思うんですけど、危機感だけで人って簡単に動かないんですよ。だから習慣をまずつけておいて、習慣プラス危機感が入った時にそれがエンジンになってぐるぐるぐるって加速していけるようになるので、やっぱりある程度毎日、まあ、10分でも20分でも30分でも本当少ない量でもいいから、毎日コツコツやるっていうのを体に覚えさせておかないと切り替わんないですよ。いざ休校にもしなってしまって、まあもちろん夏休み明けた後、普通に学校があっても普通にだらけちゃうっていう状況も起きるので、ぜひそのちょっとでいいから勉強する習慣っていうのをまずつけておいてください。で、ここからはね、受験生も受験生じゃない方もね、関係する話なんですけど、じゃあ具体的に何やったらいいの、勉強はっていう方もいるわけですよ。まあ受験生だとさ、もうこれをやりますって決まってる方は もちろんそれで構いません。いいんですけど、そうじゃない方はね、とにかく基礎固めしておきな。基礎固め。まあ自分の動画を使ってもらっても構わない。自分はもう教科書レベルで固めてるし、全部一冊丸々動画化してるから、こっからここまでって決めて、それを基礎固め、動画の内容をもう定着させていく。ちゃんと覚えてるかなって。繰り返しの確認も含めてね、やっていくって。それでもいいし、もちろんワークとか、ね、まあ塾の教材わかんないけど、何使っても構わないから、基礎を固める。もしやることが思いつかない方はね、科目を絞ってね、やるのがおすすめです。基礎は固めておいて損はないです。繰り返しておいても損はないから、まずはこっからここって決めるんだよ。なんとなく数学の基礎固めやろうって踏み出すんじゃなくって、スタート切るんじゃなくって、
こっからここまでの基礎固め、ここをやるんだっていうのを決めてぜひ走り出してください。で最後にね、一つお願いがあります。もし取材とかでね、とある男が授業をしてみたこのチャンネルのいいところってどこですかって聞かれたら、まあいろいろ思いつきますよ、授業が分かりやすくてとか言いたくなるんですけど、でもやっぱり真っ先に思いつくのはね、このうちのその動画を使ってくれてるユーザーのみんなの頑張り屋なユーザーの子が多いことですって本気で思ってる。うちの自慢の生徒だからって思ってるからね。でそのみんなにお願いがあるんだけど、前も4連休の時にやらせてもらったんですが、目標を書いてほしいんです、コメント欄に。ただ夏休み今回バラバラでしょ、夏休み終わるまでってやっちゃうと期間がずれてしまうので、今日月曜日に撮ってるじゃないですか。だから来週の月曜日までにします。ちょうど1週間ですね、今日から1週間で何やりますかっていうのをぜひコメント欄に書いてください。もちろんね、1日目今日月曜にこれやって、火曜にこれやって、それも OK です。細かく書いてもいいですし、ざっくり来週の月曜までにワークのこっからここまでやるとか、英単語何個覚えるとか、自分の動画のね、動画の歴史の番号のこっからここまでをやりますとか、何でもいいです書き方は。みんながこの1週間の目標をぜひ書いてください。あれ前回やった時にすごい喜んでたみんな。だからみんなが書いてくれるコメントに励まされて、私も頑張ろうっていうふうに思ってる方がたくさんいるんだ。だからそういう、なんか自分はね大したことできないですけど、うちのユーザーのみんな同士がちょっとこう切磋琢磨というか励まし合って、ですごいちっちゃなコミュニティだけど、それでもうちにこうやってねいてくれてる子たちが、それが頑張る元になったら俺めちゃくちゃ嬉しいからさ。だからぜひ、まあ強制はしないんだけど、もし書ける方はね、まずこの1週間、来週の月曜までに何をしておくのかっていうのを書いていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ではね、いろいろ話していったんですが、まあ短い夏休みです。普段は受験生は夏が天王山と言われるとこですが、期間が短い、じゃあ天王山じゃないのかって言ったら、そんなことないです。天王山です。ここが大事だよ。ここで何度も言うけど、勉強習慣を作れなかった方は夏終わった後にめちゃくちゃ苦しむから。だから、まあ、毎日やるって、コツコツやるってすごく辛いよ。辛いんだけれども、その辛さを乗り越えた後には楽が待ってる。苦あれば楽ありだから、ぜひね、長い時間頑張れってわけじゃなくて、一日短い時間でも構わないからコツコツやっていってください。私も頑張ります。ということで、まあ、今週ね、ちょっと週末というか、水曜か木曜あたりにはね、一緒に勉強しようの生放送もやれると思いますので、またねコミュニティ機能とかツイッターで流しますので、そちらの方も確認してください。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。